クロストレックの価格明らかに。スバルは2022年12月1日、新型クロストレック日本使用者の価格を発表した。新型クロストレックは15の後継モデルとして日本に導入される。コンパクトなボディ、本格的な SUV 性能。都会からアウトドアシーンまで。 幅広く活用できる多様途性を実現したクロスオーバー SU v 第三世代となる新型では、動的質感や使い勝手。安全性により磨きをかけるとともに、FWD 全輪駆動モデルを追加。エクステリアは、クロスオーバー SU v としての頼もしさを表現するとともに、引き締まった鋭いシェイプにより、 ラフロードもダイナミックに走り抜ける身軽で躍動的なスタイリングを表現。インテリアは使い勝手の良さと包まれ感や、スピード感のある造形がもたらす居心地の良さを、合わせ持つ室内空間に仕立てた。最新のスバル共通のインターフェイスである、11.6インチマルチインフォメーションディスプレイも搭載。 目的地設定の新しい方式として国内モデル初となる。ファットさんワーズの採用やコネクティッドサービスも拡大し利便性を向上させた。また、新世代アイサイトに加えて国内モデル初となる広角単眼カメラを採用することで高い安全性能を実現した。 日本国内におけるクロストレックは2グレード展開。17インチアルミホイールのツーリングと、18インチアルミホイールを搭載するリミテッドが用意される。いずれのグレードにも FWD と AWD4 輪駆動が設定。パワートレインは共に 2.0L ドア直噴プラスモーターの E ボクサーが採用される。発表された価格。 税込みはツーリング化266万2000円 FWD288 万2000円 AWD。リミテッドが306万9000円 FWD328 万9000円 AWD。AW D